こんにちは、おひとりさまゆるゆるです。今回アスカ2のクルーズを存分に楽しんできました。早州の瀬戸内、土佐別府クルーズ、女一人旅です。今回の動画は第3弾、寄港地の高知桂浜と別府地獄巡りの様子をお届けします。クルーズならではの出会いと別れ、そんな様子もお楽しみください。昨日の夕方神戸を出港し、今日は高知へ寄港します。高知では3つのオプションツアーが用意されていました。路面電車で巡る高知、高知城下と龍馬の生まれた町記念館、高知市内1日観光昼食付きの3つです。桂浜までのシャトルバスが運行されているので、私はこれに乗って無料で桂浜を楽しみたいと思います。高知の皆さんの歓迎の音楽が聞こえてきました。大旗振りがかっこいいです。そして旗の向こうには高知県のゆるキャラ坂本龍馬くんも見えます。15分から20分おきに運行されているシャトルバスで桂浜へ向かいます。太平洋の海が広がっています。青空も綺麗です。弓状に広がる海岸、松の緑、浜の五色の小砂利、紺碧の海の調和が美しい景勝地です。浜の向こうにアスカ2が見えました。竜宮橋を渡ります。鳥居から真下に海が覗けました。小さいけれど水路がきれいな魚住神社竜王宮です。少し階段が急で大変ですが、ここからの眺めがまた素晴らしいです。桂浜を戻って坂本龍馬像の方へ向かいます。桂浜の東の端、竜頭岬の太平洋を見下ろす場所に坂本龍馬の銅像があります。台座を含めると 13.5 メートルの像です。ここから遥か太平洋の彼方を見つめ大志を抱いていたんですね。桂浜の観光を終え、またシャトルバスで飛鳥に戻ってきました。17時の出港の時間が迫ってきました。よさこい節の三味線が聞こえてきます。今年は3年ぶりに高知よさこい祭りが開かれたそうです。Thank you.
コーチの皆さんの温かい歓迎とお見送りが本当に心に染みました。船が岸壁を離れていってもずっと手を振り続けていてくださいます。ありがとうございました。3日目の寄港地は大分県別府です。タグボートがつながれて船を先導してくれます。力持ちですね。別府では4つのオプションツアーが用意されていました。別府地獄巡り、宇佐神宮半日観光、九州の小京都飛騨市豆田町、湯布院観光、別府市のゆるキャラべっぴょんちゃんです。かわいい。耳と前髪は湯煙だそうです。私は無用のシャトルバスで自分の足で地獄巡りをしたいと思います。7箇所を巡れるチケットを買いました。最初に寄ったのは浜戸地獄。大きな鬼が迎えてくれました。1丁目から6丁目まで6つの温泉があります。3丁目の地獄はコバルトブルーでとても綺麗です。5丁目の地獄は年に数回色が突然変わるそうです。不思議ですね。6丁目の地獄です。昔は灰色だったそうですが、今はこのような色に変化したそうです。粘っこい粘土の4丁目の地獄です。温泉場所があったので温泉をいただきました。次に行ったのは落ち着いた和風庭園の中にある白池地獄です。日本庭園と池ならぬ温泉。不思議だけど別府らしい取り合わせです。園内ではピラルクなど巨大な熱帯の魚も展示されています。海地獄です。入ってすぐ水田の池があり心を奪われました。温室もあり、こちらにもハスの花がきれいに咲いていました。さまざまな色の水蓮、本当に美しい色です。大きなオオニバスもありました。もくもくと湯気を出している赤池地獄もあります。お隣の山地獄に行ってみます。ここには動物がたくさんいました。
次に行ったのは鬼石坊主地獄です。こちらも綺麗な庭園風に整備されていました。灰色の泥が沸騰する様子が坊主頭に似ているところから鬼石坊主地獄と呼ばれるようになったそうです。昔々鶴見下ろしの寒さに触れ上がった鬼たちが石の布団にくるまって高い力のうたた寝をしているんだとさ。少し遠くにある血の池地獄まで路線バスで向かいました。まさに血の色をした真っ赤な大きな地獄です。血の池地獄の隣に竜巻地獄があります。間欠泉が一定の間隔で熱湯と噴気を噴出しています。30分に1回噴き出す熱湯は大迫力です。帰りのバスからの別府の町です。向こうに海と山が見えます。さすがに温泉の町、たくさんの湯気が上がっています。まだ時間があったのでワニがたくさんいるという鬼山地獄にも寄ってみます。大きなワニがたくさんいました。かまど地獄に戻って温泉卵をいただきます。温泉の蒸気で24時間以上蒸すことでこのようなピータンのような色に変わるそうです。足湯も楽しんできました。体も温まったところでそろそろ飛鳥に戻ります。シャボン玉が飛ばされて別府を去る時間になりました。お部屋のバルコニーからも皆さん手を振っていらっしゃいます。あ、ベッピョンちゃんが船に合わせて歩きながらこちらに手を振ってくれています。かわいい、さようなら。船長さんも手を振っています。楽しかったアスカ2のクルーズ。この動画では寄港地での様子をご紹介しました。いかがだったでしょうか。クルーズでしか味わえない出会いと別れ、本当に旅っていいですね。第1弾第2弾の動画では船内での様子などもご紹介しています。
ぜひご覧ください。よろしかったらいいねボタン、登録もよろしくお願いします。とっても励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。